くってもんかよ、あんたのやるためにやってきたんだ俺は。瞬殺して富澤強いよ俺、柔道日本一になりました。こういう選手を使わないと、大会さんの喧嘩で試合が決まるっていうのもおかしな話だし、すごい。ひなの中でやりたい相手がひなだに現役のプロ格闘家が一人いて、俺がちょっと推薦したい人を連れました。地下学、レジェンドの皆さんお入りください。健之介選手はもう10秒失神させてるんで用ないんで、もっと面白そうなやつ見つけて。自分見てたんでワクワクしかないんすよ。殴ってこんかよ、あんたのやるためにやってきたんだ俺は。